演奏回路を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの左端と真ん中から上に向かって3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックは4個置いたら種類を変えます。回路を追加する場合は右にレッドストーンを10個置き、右端からも3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックの右にレッドストーンを置き、0クリックリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は別のブロックを置きます。音ブロックは数字の行だけクリックします。色は音ブロックの下に敷く地面の種類を表しています。白は石ブロック、黄色は砂ブロック、明るい水色はガラスブロック、暗い水色は骨ブロック、明るいオレンジは木ブロック、暗いオレンジはウールブロック、明るいピンクは銀ブロック、暗いピンクは氷塊ブロック、明るい緑は草ブロック、暗い緑は粘土ブロックです。実装されている楽器が少ない場合は白、黄色、明るい水色、明るいオレンジはそのままで、残りは草ブロックを使います。最後にボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った演奏回路の作り方です。次は今回の曲の設計図を表示します。動画を一時停止しながら作ってみてください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲は XJAPAN さんのクレナイです。というわけで今回は伝説のビジュアル系ロックバンド XJAPAN さんの名曲クレナイを作りました。 XJAPAN さんは様々な名曲がたくさんあるのですが、その中でもクレナイはしんみりきたところのドカーンという爆発力がものすごい感じで、ライブでも大盛り上がりする曲ですよね。最近だと中畑美月さんがアカペラで大熱唱する CM が流れていたので、聞いたことあるよという方も多いのではないのでしょうか。 CM から知った方、原曲もめちゃくちゃかっこいいですので、よければ一度聞いてみてくださいね。さて今回の回路についてですが、 XJAPAN の紅を知ってる方にとってはどこか物足りないと感じませんでしたか？というわけで、はい、難易度エクストラ YOSHIKI ドラム大破壊バージョンをご用意しました。どれくらい難しくなったのかというと、こちらが前半に流した簡単な作り方の設計図で、難易度エクストラだとこうなります。わーきちくー。というわけで今から難易度エクストラの設計図を流します。先ほどのトブロ回路の上から上書きして作ることができますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。ではではまたね。音ブロ回路が作れるようになると、キャーすごいかっこいいと言われて、ドヤーってすることができます。ドヤーってしたい方、ぜひこの作り方を真似てみてくださいね。
リクエストは受け付けていますが、ルールがあります。動画の概要欄のリンク先をよく確認してみてくださいね。本日の担当は時根津杏でした。またね。